おはようございます。今日は2022年6月15日水曜日の朝6時半です。はい、今日は、録画でお届けしております。はい、ですね、昨日の夜は、お誕生日ね、6月の方のお誕生日会をやらせていただきました。ありがとうございます。本当にね、思ったことはね、時々言ってますけど、本当にね、もう皆さん、もう6月の方も含めて生まれてきてくれてありがとうございます。うん、そして自分も生まれてきてよかったと思います。うん、そう思って、なんか雫を歌ってたら、なんか感無量になりましてですね、ギリギリ、また雫がいろんなところから垂れそうになりましたけれどもね。ね、本当に、そうなんですね。もう生まれてきて、なんか生きていてくれて、それでも私に出会ってくれてありがとうっていうことしかないですもんね。もう、それに尽きますね。もう、本当、アンパンマンもさ、何のために生まれて、何のために、なんだっけ、そんな歌がありましたけど、それをね、考えたらね、いろいろ果てしないことになると思うんですけども、ね、せっかく生まれてきて、こうやってね、出会えたので、何かのご縁ですので、お互いにね、なんか応援して、生きていくことをなんか応援し合って、それでハッピーに循環していけたらなっていう風にね、せっかくある命なんでね、そういう風にしていけたらいいなって思います。だから今日は、心の健康っていうことですかね。うん、ありがとうございます。今後ともよろしくお願いしますっていう話ですね。ありがとう。みんなおはようございます。今から見てくれてる人もおはようございます。昨日のね、夜活ね、その後に録画を撮ってますので、そのままのあれですけどもそのままのあれですけどもいいですね。はい、そうなんですよ。だから、朝活もね、もうちょっとで、5月の18日ぐらいからやり始めたんで、もうちょっとで1ヶ月記念なんですね。よく続きましたね。それも朝ね、みんなこうやって見に来てくれたりとか、録画を見てくれてね、時間が間に合わなかったから後から録画を見たよとかをさ、それを私に伝えてくれるわけじゃないですかね。そしたら、あなたのね、大切な時間を使って、私にそういうにね、後で見たよってさ、あとはいろんなことをやりながらだけどね、コメントとか入れられないけど聞いてたよとかさ、言ってくれるわけじゃないですか。教えてくれてる、見てるよって。だから、なんかそれがすごいありがたいです、本当に。だからずっとね、続けてこれたしね。で、そしたらね、自分もさね、少しずつ口角が上がってきたと思うしさ、だって、本当だったらね、年齢とともに地球には引力があるから、下の方にもうだんだんと引っ張られるんですよ。それは自然の摂理なんでね、徐々にね、そういうことが起こるかもしれないけれども、でも、自分のためにも、なんか見てくれた人が一緒になんか朝活で、体操やったら、なんか自分の、ね、顔が好きになったよってさ、言ってくれたら嬉しいなっていうのが続いてるわけじゃない。でさ、昨日もね、なんか笑顔が素敵ですねって言われましたって言ってさ、それはその人のさ、おかげなのにさ、ね、なおちゃんの朝活のおかげじゃないですかってそういうふうに言ってくれてるでしょ。だからありがたいです、本当にありがとうね。やってる甲斐がありますってもんさ、なんだはい、でね、笑顔が可愛いですってね、言ってくれてたんで、どうもありがとうございます。そんなさ、本当にね、あれですよね、この年になってね、可愛いねって言われるとはね、思いもしませんでした。まだ恥ずかしい恥ずかしいのでちょっと思ってますけどね、思いもしなかったけど、でも言われたら嬉しい。うん、それは本当に嬉しいよね。だからみんなもね、そうですね、言い合おうよ、言い合おうよ、ね、あなたも可愛いねってね、
本当に会ってさ、会った時にさ、わ、可愛いね、笑顔がいいねってさ、そういうふうに言ったら、なんかすごいずっとハッピーがぐるぐる回ってさ、なんか楽しいじゃないっていう話ですよね。うんうん。はい。じゃあそういうことで、今日も朝活で、はい、顔を動かして、ね、いろいろ顔を動かして、代謝も良くして、ね、みんなとさ、お話、チャットでお話しした後なんで、ほら、顔がピカピカだよ。ね。あれもやったしね。顔の体操もやったから、顔がピカピカのままで、やりたいと思います。はい。じゃあ、今日もやっていきたいと思います。ゴーゴー！じゃあ、まずは、頭ね。あれです。順番はその時の私の感覚でやってますので、順番は、順不動です。はい。大体ね、この頭のね、血行を良くしたいと思います。こうやってね、下がってくるのは、ここから頭の上から、皮がこういう風に下がってくるんだって。だからそれを上げたいのね。上げたいのと代謝を良くするね。だから爪は立てないで、指の腹で押さえてマッサージしましょう。ね、もみもみと。ね。いやー、いいですね。なんかね、たまに、こういうふうにどっかツボに入った時にいきなりこう鼻がスーッとね、通ったりすんのよ。だからやっぱツボってあると思うよ。こういうにどっかぐるぐるぐるってやったら鼻がスッとね、鼻がスッとね、通る時があるのよ。本当に。だからさ、そういうみんなもやってみて。ね。ああ、ここいいね、ここ。この耳の後ろのこのね、段差があると良くないんだって。だからここもね、持ち上げてください。耳の後ろにね、このね、後ろここがね、段差があるの。これね、ここ老廃物が溜まってんだって。だからこうね、ぐる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 っとこう回してくださいね。うんうん。はい。おー、気持ちいいですね。それだけでもね。はい。で、おでこのね、おでこのシワも伸ばしたいんで、少し伸ばします。まあ、どうしても年輪なんでね、50歳過ぎてね、シワがゼロですっていう人はなかなか、いないかなと思うんですけどね。まあ少しでもね。ここら辺にさ、眉間にシワが寄ってたりするとさ、なんか機嫌悪いんですかとかさ、なっちゃう場合があるからさ、少しでもこうね、伸ばしておこうかなと思って。はい。で、それで顔の血行を良くするために、押して離す。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 押した時に白くなるでしょ？押して白くなるっていうのは、赤血球とか血液が止まってるっていうことです。離す。ね。押した時に血液が止まって、白くなるから見てて。ほら。ね。押した時に止まって離した時にピュッって流れた時に、その毛細血管って本当にね、狭いところ通ってるんですけど、それがね、ピュッってね、流れるときに一緒に老廃物とかも流してくれるようですよ。はい。ね。押して離す。押して離す。押してあげ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 て離す。ね。進化しました。押してあげて離す。押してあげて離す。でも皮膚をあんまり擦りすぎちゃ良くないんですって。やっぱ皮膚もね。生きてるので、あんまりこすっちゃうと良くないみたいです。押して離す。押してあげて離す。押してあげて離す。ね。はい、いいですね。はい、じゃあ首もね、ちょっと優しくマッサージしてください。ね。はい。ね、ちょっと凝ってるなと思うところは少しね、優しくね、マッサージしてあげてください。だいぶね、ほぐれましたね。いいですね。で、ね、人がいる前だとね、ちょっと恥ずかしいかもしれないんですけど、ベロでこういうにぐるぐるって口腔体操っていうのを、専門家がちゃんともやってますので、3回ずつやりましょうかね。ベロで回します。押さえてこう。反対。はい、できましたか？うん。内側から押すと、ね、いい刺激になって、唾液もいっぱい出るでしょ？ちょっとこれ変な、
顔にね、変顔になるから、ちょっと恥ずかしいって思う人もいるかもしれないんだけど、うん、これなんかすごくね、唾液を出したり、将来、誤嚥しにくいって言われてます。うん。年取った時にお茶をすすっただけで、べーほー、べーほーって、咳出るでしょ？あれは喉の反射が弱くなって、お茶とかそういうのを誤嚥して、肺に入って、で、ばい菌が入って、誤嚥性肺炎っていうのね。だから年を取った時に誤嚥性肺炎で亡くなる方がすごく多いの。だから今その口腔体操をやったり、ね、笑ったり、喋ったりっていうのをしておけば、ね、そういう誤嚥性肺炎っていうのも防げるから、それも私は先を見てるの。うん、だから私と一緒にいる人はそういうねところ予防できるところは、誤嚥性肺炎っていうのはね、病気でちょっと筋力が弱くなってきてしまった人というかいうのはね、なってしまう確率が高いんだけどもね、鍛えるのが不足していてなるっていうのはね、防げると思うのでね、ぜひともね、若々しくね、誤嚥しないようにね、肺炎でね、熱が出て息ができないっていうのはすごい苦しいんですよね。呼吸器科にも私勤めてたのでね。はい。ですので、なおちゃんについてきてください。ね、健康にいいことをね、少しずつやっていきましょう。そしたら深呼吸をしたいと思います。はい。吸って、吐いて。はい。息を吸って、吐いて。はい。息を吸って、吐いて、はい、息を吸って、吐いて、はい、ですね、はい、息を吸って上げて、肩を上げます、吐いて、吐いたら、はい、息を吸って、はい、息を吐いて、はい、息を吸って、はい、吐いて。はい、いいですね。はい、じゃあ肩を回していきますよ。片方ずつ。1、2、1、2、1、2、1、2、1、2、1、2。はい、反対。1、2、1、2、1、2、1、2、1、2。はい、どないやねん体操行ってみたいと思います。いきますよ。はい。どないやねん、どないやねん。どないやねん、どないやねん。だいぶ肩が動くようになってまいりました。ちょっと中身が出ました。どないやねん、どないやねん。はい。どないやねん、どないやねん。はい。どないやねん、どないやねん。はい。タンクトップだから大丈夫だよ。中に着てるのはタンクトップ。はい。どないやねん、どないやねん。はい。どないやねん、どないやねん。どないやねん、どないやねん。どないやねん、どないやねん。反対、どないやねんの反対で、前に泳ぐ感じでね。どないやねん、どないやねん。はい。どないやねん、どないやねん。はい。普通のどないやねんに戻ったどないやねん、どないやねん。はい。どないやねん、どないやねん。結構回せるようになってきたじゃないか、みんな。はい。どないやねん、どないやねん。はい。どないやねん、どないやねん。はあ。ね。もう結構背中がさ、ポッカポカになってくるじゃない。ね。すごいよね。これ、私考えたの天才じゃない。で、それもさ、一緒に、背中を回してね、血行を良くして代謝を良くしたいなーってお互いにね、いいなと思ってね、生まれたことなんで、やっぱりね、いいですね、そういうのをやるっていうのはね。はい、じゃあ今日は朝活ミニっていうことでね、ミニミニですけれども、皆さんにいつものありがとうとね、笑顔体操をやりましてね、1たす1は2いきますよ。1たす1は2上がってますか？ここのお肉をもうちょっと取って引き上げたいんです。こうね。1たす1は2。ね。いいじゃないですか。ね。その何かしてくれたこと、してくれた、ね。直接会ったりして、ね、ありがたいなと思ったら、ありがとうって、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとう。ありがとうございます。ってね。だってさ、ねえ、笑顔が一番いいじゃない。本当に心からの笑顔でさ、ありがとうっていうのがさ、なんか響くよね、お互いに。
なんかその人の笑顔ってずっとさ残ってるし、私はね、よく出てくるけど、父方のね、お母さんのね、父方の方のおばあちゃんね、なおこよく来たなーっていうね、ニコニコっとしたすごいたくさんシワがあったけどね、こうお米農家でさ、きっとね、朝から晩までね、もう腰が90度になってたからさ、働いてたと思うんだけど、いっぱいね。ね、そういう人のね、もうしわしわになったね、笑顔とかもすごい美しいと思うし、で、手もね、すごかったよ。もう本当にグローブみたいな手だった。すごい働く人の手だったね。だから、ね、そういうこう、ツヤツヤで綺麗に、してて、そういう手も美しさもあるけど、働いてる人のそういうね、ゴワゴワになってて、手袋みたいにね、なってる手もね、本当に美しいと思う、私は。思う。私のお父さんはね、大工さんだけど、ね、あれ、トンカチ。トンカチのことを元能って言うんだけどさ、トンカチをこういうふうにさ、持って、ずっとこういうふうに持ってるから、手がこういうふうにね、指がね、斜めになってるの。道具を持ちやすいように手の指が変わってるの。斜めになってるの。ね。それで、材木とかをかさ、かたぐか。昔、今はね、もう、なんかセットでこう立てちゃうみたいなんだけど、昔は、材木を担いでたから、ここにね、タコができてたりするのね。だからそういう仕事をずっとやってる人ってそういうふうにね、いろんな手とかがね、進化してるんですよね、そのお仕事に合わせて。だから肩に手タコができててね、一見さ、こうタコができてるじゃないっていうふうに知らない人はそう見えるかもしれないけど、そういう長年仕事をやってきてここが硬くなって進化してるんだから、それは美しいし、その人の努力だしね。だからなんか働いてる人の手とかね、そういう体とか、なんか本当に美しいなと思います。はい。ということで、雫を歌って、終わりにしたいと思います。今日も見に来てくれてありがとうございます。今日はね、録画ですけれどもね、今日はちょっと早めに、出勤しようと思いますのでね、はい。多分7時前にね、出ないと、平日はね、道がすごい超混むんですよ。なのでちょっと早めにね、出ようかなと思います。6時50分ぐらいにはね、出ようかなと思っているので、ちょっと録画で今日は朝活ミニでお届けしております。今日の朝も雫を聞いて元気にスタートしたいと思います。私はどこか不器用で、つまずいたりもするけど、そこからでしか見られない景色もきっとある。こらえようとしても涙がこぼれる子供みたいに、痛ければ痛いと叫びながら、心に嘘つかずに進みたいんだ。まだまだこの先へ未来は手を伸ばせば届く。たらべば思いつくままに試してみる。その度に嬉しい寂しいを理由にして流れる私の命。私はどこか不器用で、へこんでみたりするけど、その時でしか感じない苦さも知っている。
溢れ出しそうな涙をこらえる大人になっても、欲しければ欲しいと繰り返しながら、心に嘘をつかずに生きていたいな。まだまだこの先へ、未来は目を凝らせば見える。例えばひらめいたままにワクワクする、その度に楽しい寂しいを理由にして流れる私の命。正解はないと分かっていても、誰かの言葉に足を止める、歩くのは私、決めるのも私。まだまだこの先へ、未来は手を伸ばせば届く。たられば思いつくままに試してみる、その度にまだまだこの先へ、未来は目を凝らせば見える。例えば思いつくままにワクワクする、その度に嬉しい悲しいを理由にして流れる私の命。楽しい寂しいを理由にして流れる私の命。まだまだこの先へ。まだまだこの先へ。まだまだもどまだ。まだ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 。まだ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 。はい、ありがとうございました。今日もみんな元気に笑顔でいってらっしゃい。なおちゃんも笑顔で行ってきまーす。ね、雨かな？今日は雨だと思うので、ね、お足元ね、悪いと思いますので、気をつけていってらっしゃい。ね、寒いなと思ったら、すぐに何か羽織ったり、体温を調節してください。それか、羽織るものを持ってこなかったなと思ったら、ね、どないやねん、どないやねんってね、こういうふうにね、震わせて、ね、体を温めてください。そんな役に立ったらいいなと思います。はい、では今日はね、録画でお届けしました。見に来てくれた人ありがとうございます。じゃあねー。